軍の兵を撃破した海戦であるゲディミナスは、ボルイーニを奪取した後に、キエフへの遠征を勧告し、それは何、世紀にも及ぶリトアニアによる、南西ルーシ支配の始まりとなった。ゲディミナスに対抗する、ルーシ諸侯の一人として言及されている、キエフ公スタニスラフは、歴史上では、プチブリのオレーグ一門出身で、当時のキエフの公であった。 ペレヤースラウコーレイグとは、同一人物である。その同盟者として言及される、ブリアンスク公ロマン、ルーツク公レーブ・ダヌイロビチおよび、ボリンスクイ港、ボロディーミルは、実際のところ、その政治的な活動は13世紀中頃であり、イルピン側の戦い以前の党の昔に死んでいた。資料によると海戦は1321年に生じた。 歴史家はこの年に関しては、再調査する必要があると提している。遺説では、ゲディミナスのキエフ遠征は1322年から1325年の間に行われた。特にファイは、次女にて、ゲディミナスがボルイーニを奪取したのが1323年の秋であり、地域一体の戦略戦術上の観点から考慮に入れると、 キエフ遠征及びイルピン側の戦いは1324年の5月から6月に行われたと記している。海戦についての全情報は、それ自体が遅く生じたことにより信頼に足りないという見解が存在する。13世紀末期以来、キエフは、ノガイウルスの影響範囲に置かれており、それが、サライの特多によって解体される段階で、キエフは、 タタタールによる後輩にさらされていた。広告の政治上の歴史は大変悪化したことで知られていた。キエフ及びその付近は目立つことのなかったプチブリのオレエグ一門出身の公による支配が確立した。この時期のキエフは隣のハール一ボルイーニ大公国の従属化にあったと推測される。1316年の時点ですでにゲディミナスは 未だ生存していた兄で先代の公である、ビテニスに従って、南西、ルーシの地へ拡張し、ブレスト及びドロヒチーの地を獲得した。その一方で、ドイツ騎士団との戦闘という普遍的な関心により、ハールイチボルイーニ太鼓レーフ、アンドリー兄弟と和平を結ぶ必要があった。ゲディミナスは、ブレストを兄弟に変換して、両家の連合を結んだ。 ゲディミナスの息子、リュバルタスをアンドリーの娘と結婚させて、ジェマイティアの地で、ドイツ騎士団を徹底的に叩きのめしたのである。1323年の春に礼フ・アンドリー兄弟が死んでも、ハールイチと、ドイツ騎士団との対立は継続され、このことに関して、ポーランド国王ブワディスワフ一世短未亡は、ローマ教皇に、カトリック教徒の地にとってのドイツ騎士団の脅威が、 出現したと報告している。すでに、夏、春にポーランド・ハンガリー軍は、ハールイチに対する最初の遠征に着手している。同年の秋に、ゲディミナスは、ボルイーニを掌握し、その後に、ブレストの地に退却して、そこで越冬した。1324年の春末に、ゲディミナスは、キエフの地に進軍した。オブチの要塞を攻略して、 自ーミルに向かい、短期間の包囲の後に、これを陥落させた。リトアニア軍によるキエフへの侵攻の後、その通った後は、すべてが、奪われて焼き払われた。スタニスワフと、その同盟者が率いるルーシ諸公軍は、自ーミルへの援軍を出さずにいるピンカワ付近の平野にて、リトアニア軍を迎え撃った。マチェイ・ストリコフスキーは、 対立関係にあったドイツ騎士団の部隊がいるピンガは、および早い段階におけるボルイーニのリトアニア軍に、加わっていたと報告している。キエフと、その同盟軍は矢による攻撃で迎え撃った後に、直接の戦闘を開始し、それを粘り強く続けた。ゲディミナスは、自らの親衛隊と共に、主力軍から離れて、ルーシシシュコ軍の側面に突撃して、一撃を加えて、 隊列を崩したことにより、リトアニア軍は自軍に有利になるよう敵軍の側面と、中央を分離することができた。スタニスワーフ率いるキエフ軍は交代し始め、年代期は、ペレアスラウコーレイグを含めた、ルーシ諸公軍の壊滅を、その過烈な抵抗と結びつけている。敗走するルーシの新兵を、リトアニア軍は、スタニスワーフは町を防衛することなく、 にに逃走したそれにもかかわらずリトアニア軍は、キエフを攻撃せざるを得ず、その結果として、同都市は侵入することで降伏した。キエフとの指令によりリトアニアは、ペレアースラウ、プチブリ、ビシュゴロド、カーネフおよび、ベルゴロドを獲得した。リトアニアが、戦いの後に、ルーシの都市の征服を容易に達成できたことをイルピン、側の戦いによる、 破滅的な結果という。キエフの総督には、ミンダウカス・ホルシャタイティスが任命された。1462年までのリトアニア大公国の拡張。ニーコン年代期は1324年の段階で、すでにタタールのリトアニアの地への遠征の成功について報告している。これに、 ドイツ騎士団による施設のリトアニア訪問、リトアニアとマゾフシェ及びハールイチのポーランド、諸公館との最初の衝突、1325年の、ブワディスワフ一世の息子カジミエシュ三世大王と、ゲディミナスの娘アルドナとの結婚による、リトアニアポーランド間の和平の強化のことが続いている。後年のキエフは1362年の青水の、 戦いの頃までタタールのバスカークの支配下にあったことが認められる。この戦いでリトアニアがタタールを撃破したことで南西ルーシは最終的にリトアニアに組み込まれたのである。イルピン側の戦いの結果数世紀にも及ぶリトアニア対抗国後にはポーランドリトアニア共和国による南西ルーシの支配権が確立されたのである。 リトアニアによる征服への抵抗が不徹底であった要因としては、タタールによる首輝きとその定期的な襲撃により、南西、ルーシの地が荒廃し無人化するという衰退状況が続いたことが挙げられる。リバース、AB、1税、税、税、税ティーン・税、1996、29、ファイ。AB、税、 Z. クロネカメキアストリカウスキーゴニーグディーズ V. クロルクドルーカワナテラスズノ Z、プリジーダニエムヒストリーパンズトロワラシエスキーゴプルツェドルーカワナズバイアージェアピソーポルスキーシュイーチェレックタマックサワーティー W バーシャービア 1766T2C349 から351ありがとうございます